富岡勝則は、日本の政治家。埼玉県朝霞市長。元埼玉県議会議員。元朝霞市議会議員。埼玉県朝霞市出身。朝霞市立朝霞第一小学校。朝霞市立朝霞第一中学校。日本大学豊山高等学校卒業。1977年3月、日本大学法学部法律学科卒業。同年4月。 朝霞市役所に入所。1995年、同市役所を退職。1995年、朝霞市議会議員に就任。同市議は2期務める。2003年4月13日執行の埼玉県議会議員選挙に南20区選挙区から無所属で出馬。同県議は1期務める。2005年2月27日執行の朝霞市長選挙に、 自由民主党、民主党、公明党の推薦を受けて、無所属で出馬し、初当選を果たす。投票率は22.65%。2009年3月1日執行の市長選において、2期目の当選。投票率は25.88%。2013年2月24日執行の市長選において、3期目の当選。投票率は 22.69%。2017年2月26日執行の市長選において無投票で4期目の当選。2021年2月28日執行の市長選において5期目の当選。投票率は31.24%。ありがとうございます。